いつものように水槽を眺めていたんだ。はじめはそれが何なのかわからなかった。でもじっと見てたら、動いたんだ。すぐに理解したよ。ひょっとしてこいつはタニシの子か。驚いたことにそいつは一匹だけじゃなかった。石の隙間、砂利の影、シェルターの中で同居してるやつもいたんだ。だから水替えの時に全員並べてやったのさ。そりゃ驚いたよ。いきなり目の前に5人の子供が現れて、パーパーって呼ばれた気分さ。しかもこの5つもとても活発なんだ。もちろん買うことにしたよ。タニシについて考えたこともなかったし、水槽もきれいになりそうだしね。また増えたんだ。もう何が何だかわからないよ。一体全体どうしちまったんだ。増えるなら産むところが見たかった。タニシは卵じゃなくて小さいタニシを出産するんだってさ。おっと、もう一匹いたぜ。8人兄弟だ。しばらくここで暮らせばいいさ。ただし密集すると気持ち悪いから散ってくれよな。はあ、はっはあ。